毎週キングコング、お願いします。いや、しかし今日は今日で霧雨が降るよ。お前は面白くないな、毎回。いや、だって霧雨ちょっと期待してたけど。来る途中に今日も面白くない。霧雨がね。いや、じゃあ霧雨覚えたんかい。でもこういう時ってさ、うん、やっぱりこの傘持って出てええか、うん、持たなくていいから。どう広げんの、それ。その面白くないやつ。あれでも困るよね。いやいや、長いな。で、天気予報見たらやな。面白くないのが長いな。天気予報見たら 40%。 忘れたんかよ、お笑い。 40% どうやって盛り上がれんねん、それ。わからんって。バーガー帰れよ、お前は。よろしくお願いします。こんなコンビです。いや、ですけどね、はい、本当にもう、まあ、まずは、はい、あの岡村さんご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。ほんまにな、よかったな。びっくりしたよね。びっくりした。これ何が、西野さん、聞いてくれる、うん、じゃ知ってるかしなんかあれやけど、うん、すげえタイミングやったのね、岡村さんがね、うん、まあこれ曜日で言うたらこれ昨日発表されてるんですよ、はいはいはい、で発表されたのが、はい、まあ、ネットニュースが先ポガーンなって、はい、でそのもう数分後数十分後にオールナイトニッポン、はい、岡村さんのナインティナインさんのがあってんけど、はいはい、すごくて、うん、その後にオールナイトニッポンの後にオールナイトニッポンゼロっていうのが2部があるんですけど、はいはい、それ水溜りボンドさんなんですよ、はいはいはい、でたまたま、はい、その昨日俺ゲストやん、はい、あーなるほど、すごいタイミングじゃないですか、はいはい、で、あのネットニュースになったでしょ、はい、で僕その時まだ家寄ったんですよ、はいはいはい、で、うわすごいそんなことなってんねやみたいな感じで、まあ、ツイッター使ってまたおめでとうございますとか言わしてもらいながら、うん、で、俺の入り時間が、うん、2時半とかなんですよ、はいはいはい、オールナイトニッポンゼロの出番で言ったら3時からやねんけど、うん、2時半入りだったのね、うん、で要はナインティナインさんのラジオが行われてる最中なわけ、うん、で、俺はまあ向かおうと思った時に、はいはい、木島から、はい、マネージャーの木島から電話あって、はい、梶原さんと、うん、ちょっととこれはどうでしょうみたいな、うん、どうしたどうしたどうしたって言ったら、もうどえらい報道陣がいますと、はい、ああ、はいはいはい、日本放送にやっぱりもうものすごい量のいます、はいはい、なるほどな、でもこれってどうなんと、はい、その別に悪いことじゃない、はいはいはい、全く不祥事とかでもない、うん、真逆でないやと、うん、おめでたいことやし別に気にせんでいいんじゃないの、うん、あ、梶原さんがよろしければそれでもいいです、うん、分かったほな、じゃあもう俺普通に行くわって言って向かった、うん、はい、でも道中さ、はい、やっぱ考えるよね、そのなんか捕まった絵、なんかコメント求められたらみたいなこと可能性あるよね、まあ、あるね、うん、全然あるじゃないですか、はい、で、バーって行きながらね、うん、まあどんな感じやろうなと思ってね、日本放送って、はい、ふわーっと車で行ったら、うん、ふわーっとここがあれなんや、日本放送としては、はい、なんかふわーっと回ってこう入れんのね、あーはーはーはー、で、このふわーのここで、うん、もう報道陣の量が見えるの、あーなるほどなるほど、こっちかって、へーちょっと緊張しちゃって、はいはいはい、一回路肩止めて、うん、これちょっと来るぞと、まあちょっと整えないとな、気持ちもな、そうそうそう、いろんな、どんな質問が飛んでくるのか飛んでくるわけないから、はいはい、俺もいろんなパターン考えて、はいはい、自分の喋りたいことも一応全部イメージして、はいはい、大体7、8分考えてた、はい、で、大体 A パターン、B パターン取られても、まあ C パターンもあるわ、はいはい、まあこれで行こうか、はい、言ってうーんって言って、うん、報道陣がブワーもう何十人もったな、はい、おって、でちょっと緊張して俺で、とりあえず中入って、はい、あの立体駐車場止めて、はいはいはい、で、これ降りてから来るぞって、はいはい、ピッて止めて、ほんで、前バーって歩いて行ったら、はい、何も来ないのね。で、俺はこう歩いてんねんけど、はいはい、で、これやったわ、はいはい、マスクしてた、はいはい、ちょっといいかな、はい、マスクちょっと、はい、完全防備でな、今は、まあ、やっぱりコロナですから、あるから、はいはい、その感じだったよ、はい、で、バーンって止めて、はい、報道陣グワーッと、はい、で、こう出てきて、ちょっとこんな感じで、はい、まあちょっと最初これぐらいでいってもらう、うん、で、こういったらちょっとちょっと2ぐらいはちょっと2カジュアル出して、そう、2カジュアル2カジュアル、10のうちの2ぐらい、10のうちの2カジュアルをこう出したら、うん、もう雰囲気でわかるやん、うん、これなんか来る感じじゃないと、はいはいはい、ね、でも俺せっかくシミュレーションしてるから、うん、俺ちょっと6カジュアルでいったもうちょい出さないと気づいてはれへんかもしれない、2では2ではもしかしたら届かなかったかもしれない、今回そうそうそう、だからちょ6カジュアル、はい、もうこれね、ほんまにね、これね、もう今晩の世界、はいはい、今晩の世界、ほんまにこれで気づかへんな、うん、6カジュアルやな、はいはい、これと思ってもこれ歩きながらやから、うん、あんま出さないよ、6カジュアル、6カジュアル、あんま出さない、毎週金本ぐらい6カジュアル、うん、バーって出したらまだないね、あら、おかしいやん、これはやばいぞってなって、うんうん、ちょっとこれ、もう一瞬やけど、うん、8はカジュアル一瞬8カジュアルだね、戻すんですか、2円で一瞬って何、一瞬8カジュアルだったの、あ、なるほど、一瞬8カジュアル出しても、はいはい、けえへん、おかしいやん、
心おかしい。でもこれはもう重カジュアルですよ。だってこれはいやもう全部出てるで、だって重はもう出ない。髪型であの判断してないから、カジュアルはもうここだけで判断してるから。もう出ても出ても重カジュアルを一瞬出してもこれないわと思って、うんうんうん、でパーって言ってる時にちょっと悔しいからさ、うん、こうほんまにこんなもうスピード感ほんまにやるわ、はい、うん、こうバターン2から来て、うん、あの6来て、うん、8来て、6来て、うん、止めカジュアラも入れて、止めカジュアラなかなか入れへんで、止めカジュアラなんか。なぁこれ痛い。止めカジュアラが入れへんで、入れないよ。俺多分人生初めてちゃうかな。止めカジュアル。止めカジュアル入れたら。壁なんか使えへんもん、そんな。壁は使え。歌舞伎役者ぐらいやから。そうやんか。うらやんか。なかなか歌舞伎さんもあんま止めへんから。あー、言ってこれ。そうそうそう。使ったの。ダメで。おかしいやんか。でもね、はい、もうこれもう恥ずかしかったけど、はい、多分報道陣の方もやっぱプロやんか。はい、うん、あの人多分待ってるんちゃうかな。いやもう辛いなそんなもん思ったと思うね、はいはい、何したと思う、はいはい、報道陣の人、はい、俺バーやって最後止めカジュアラ、まあ約時間にしたら2秒ぐらいは止め、体感で言うのはもっと長いですよね。もっと長い、もう3分ぐらいこんな2秒はね歌舞伎の最後やからそれは大エンディングやってるから歌舞伎の大エンディングカジュアラやとか言われてるってやってんの俺は体感は体感はね、そう2秒やけどね、実際は、実際2秒やけど、はい、終わって止めカジュアラだったら空気読んだ報道陣の一人の方が、はい、ほんまに空気読んで、はい、俺かわいそうな思ったやろな、はい、パシャパシャって2枚だけ写真撮ってパシャパシャって2枚だけ写真撮って何に使われんねん、あれ慰めカメラを、慰めカメラパシャパシャって、あの記事も見てたな恥ずかしかったな、あれ毎回あかんな。せやね、だからあれ以来やんか、吉本の問題やった、反社の時もな、反社の時も、反社もやんか、あかんかともな、あれに関しては一回戻ってるからっ入って戻って、カジュアルリバースをやって、カジュアルリバース出さへんで、カジュアルリバースはなかなか出へんやんか。そう、出へんで、うん、もうもうビッグも恥ずかしかったな、だから思うやん、お前どう、もし逆の立場だったら、いやもうない、もう売れてへんのちゃう、キングコングってやっぱりうせやん売れてへんねんって。いや売れる売れへんもせやけど、うん、もちろんそのテレビの世界で言うたら売れてないかもしれない、うん、売れてへんで、うん、まあ、ネットとかさ、はい、もろもろ神プラスね、はい、プラスよ、はい、僕と岡村さんってちょっとさ、まあちょっと確かにストーリーがあったりしたやん、はいはい、で、うん、カジサックチャンネルなんかで言ったらお互い出てくださってるわけ、うんうんうん、関係性もあるやん、はい、だと思って、あほんでそのタイミングやで、もうリアルタイムで行われていることで、ちょっと考えるか、でもやっぱりやろ考えるな、どんなだかって質問飛んできた時にあ、あ、あってなったらあかんもんな、絶対あかんやん、想定するな、だいぶ想定するよな、やっぱりな、間違えた、でもやっぱそうだね、やっぱ2西野からスタートしてこれぐらいからスタートして一緒やわ、作戦で言うと、いや、普段ほぼ12西野だよ12西野だよ、でも一回2西野やるわこう、かぶってたらな、かぶってたら2西野からスタートして、でもこれ顔させへんねやろ、させへんねん、6にして8にしの C の顔さしてんよな、さしてない、さしてない、じゃあ2にしので来たっていうことにして、また一回戻してそのまま行く要はその俺は8は出してないよっていうことにして俺はずっと2やったからって、じゃあすぐ戻す、マジですぐここに戻す、そのかぶかないのそんな勇気ないその時のダメージでかいやん、かぶいた後のかぶいた後でやってなかったことにする、だから6も8も出してなかったっていうことですね。 2までだったから気づかれませんでしたよっていう、もうこんなことしてもうたら、だってもうほらほらもうほらもう傷がすごいやんか、ズタボロやんか、ズタボロやんか、エレベーターこんなんやったもん、木島も気ぃつけて何も喋るあかんな、やっぱあかんなー、あかんわ、あかんなだけ言うたかなあかんな、売れよ売れよ、あかんよって、ほんまに売れよ、来年売れよ、もう来年、来年まだ早い、ね、来年まだ早いか、まだ早い、2020年代は早いんじゃない、ちょっと早いな、2030年代はほんまに絶対絶対そういう報道陣から絶対カメラさんって言われる
やつになっとかんとあかんと思うわ。50代のキングコングが売れてるもんな、だって。お前、俺お前やったら多分西野さんって言われてると思う。あれ人選んでると思うね。絶対にあれが、まあこれね、比べるのもちょっとおこがましいですけども、はい、ね、例えばですよ、うん、出川哲朗さんやったら、うん、絶対俺は報道陣は、うん、出川さん一言、出川さん一言言ってそう、関係性もそれあるやんか、はいはい、なると思うねんな。カジサックもありそうやけどな、感じで言うと。なんかジャージに行くべきやったな。あタオル巻いて、あそれは中カジサックで言ってたら、カジサックさんね、カジ笑う重要ないもん、分かってるもん。辛いね、それ。それで刺さへんかった時の。だってもうこんなんかぶいた上にこのなんか赤いのやってんやろ。本気のやつやろ、もう全部。もう全部やんか。全部出してる。丸々出してる。出せるもん、全部出して。で、負けんやろ。負けて、パチャパチャって。つけてた。あの会釈地獄やったで、俺ほんまに。取られた時パパッと頑張ろう、頑張ろう、本当に。とにかくね、おめでとうございます。本当に良かった。本当におめでとうございます。おめでとうございます。こればっかりはね、うん、でもそんな簡単で、うん、昨日ねかなりバタバタしてて僕、はい、まあ、これも昨日の話なんですけど、あれに出たんですよ、炎の体育会 TV。 はいはい、これもうね、はい、10年ぶりぐらい、ね、一時出てたよ、一時まあバーって出てて、それでまあちょっと間空いたんですけど、うん、久しぶりにはもうカジサックとしてゴルフ企画で出させていただいたんですよ、うん、まあ外じゃないですよ、スタジオでやったんですけど、うん、そこで、まあいろんな人が出て、はいはい、ゲストもいて、で、まあ楽屋があったんですよ、はい、まあ大部屋みたいな楽屋に 2人、はいはい、楽屋でカジサックと、うん、ティモンディの高岸くんっていう、あの野球すごい、この間神宮球場で始球式やってないみたいな、ティモンディの高岸くんと僕の楽屋やったんですよ、はいはい、でも言うても俺初めましてぐらいのレベル感やってんけど、おはようございますみたいな感じで、おはようございますティモンディの高岸です、はい、よろしくお願いしますみたいな感じで座ったの、はい、そしたら、まあ、あの関係性なんかないやん、はい、まあなたもないでしょ、はい、ないない。それがさ、俺もそこまで知らないねんけど、うん、あこんな来ないやと思ってんけど、はい、すっげえ取材してくんの。へえ。ティモンディ高岸くんが、うん、もうめっちゃ可愛い感じで、うん、あのあのとこってこんな感じやんか、うん、こんな感じやんだけど、ちょっとあのいろいろ聞いてもいいですかみたいな。へえ。あのカジサックさん、まあ、カジュアルさん、その活動でどんな感じのスケジュール感で動いてるんですかみたいな。へえ。すげえ、はいはい、取材してくんのね。質問してくれる。質問してくれるの、うん、で俺はもう今日は可愛らしいな思って、うん、いっぱい喋ってて、ね、うん、カジュアルさんどんな感じ、こんな感じ、こんな、あそう、そうなんですね、ようやってますよね、はいはい、あ、そうやね、じゃあちょっと他にも聞きたいことがありました、はいはい、全然いいよ、結構空き時間があったから、うん、本番前にあの西野さんのことも、俺全然面識ないねん、ないやん、うん、でもすっげえ興味あんねん、多分西野のことを、はいはい、まあ、俺のこともバー聞いた、うん、ね、西野のこともすっげえ興味あって、西野さんってどんな人なんですか、うんうん、西野言うたらね、そんなやつ長なるでとか言いながら、うん、いや本当に聞きたいんですよ、はいはい、西野さんはって、西野さんの凄さって何ですか、恐れ多いな、もう怖いな、いやほんまそんな感じで、はい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 、可愛いやんね、はい、もう、はい、そうね、まあ一言で、まあ、いっぱいあるけど、うん、俺が思う西野の一番俺がすごいと思うことは、うん、筋力がないところって言ったの。ああ、はいはいはい。本当に俺が今まで出会った人物の中で、はいはい、ダントツで筋力がゼロの人なんよねとか言ったら、はいはい、すごいですねとか言って、はい、で、はっきり言って俺は、あんなもんは俺真似できへん、はいはいはい、絶対できへんわって言って、はい、高岸君は、そりゃできないですよねとか言うてて、はい、他にはどんなすごいところがありますかみたいな、もう続くねって思って、そうね、西野で言うたら食べ物とかも、ああないない、全く興味ないんだよ、そんなわけないじゃないですか、あるでしょ絶対、いやほんまにないね、だって彼あの何やら春雨ヌードルだけでええとか言う子やねんとか、嘘でしょそんな栄養とかとか言って、せやろ、確かに俺もそんなん絶対でけへんと思うわ、俺絶対でけへんわって言うたの、高岸君は無理ですよね、はい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 、他にすごいところは、来るね、来るねすごい来るな、はい、そうね、睡眠時間かな、はいはい、睡眠時間、あいつほんとショートスリーパーで、はい、ほとんど寝てないね毎日みたいな、はい、無理でしょう、せやね、俺も絶対できひんと思うわ、俺できへんと思うわですよねって言うねんけど、はい、やればできるって全然言えない俺それ待ってる俺ずっともうそれが欲しくて喋ってんの
やればできるって言ってほしい。難しい。そんなカメラも回ってへんとこで初対面の先輩にそんなもう大博打やで、だって逆やったら俺でも3回分かりやすく振ったで、俺はでけへんわ言うて、はい、じゃあ振るやん普通、いやいやいや梶原さんやればできるって。いやできるそれ。じゃあ逆にさ梶原さんがさ一時さすごく押していたのしゃかりき頑張りますって逆ありましたがあれ初対面の先輩さ緊張するよな今日はなとかで、じゃあやっぱいやしますねって言うやん、そこでしゃかりき頑張りますって言われへんそれ言われへん、しゃしゃって言われたらやるわ。いやいやしゃしゃしゃって言われたらしゃかりき頑張ります。だから俺もいやいやーって言ったから、やればでき、何が面白いそれそれがその技が決まったところでそっちが言わしといてお前が言わしといていやマジで俺もう全然言えへんなと思って。いやそれは怖いもん。でも可愛らしくない、ずっとそっからもうあれね、マジで1時間ぐらい、あれね動画にした方が良かったぐらいいい話だった。西野さんがこうのこうの言うてんで楽しいやってたら、もう気ぃついたら本番来てもって、で本番ですってなって、じゃあ本番行こうかーって設定されてるとこ行って、はい、でゴルフはやるやんか、うん、なんか3ブロックぐらいあったんだけど、はい、1ブロック目が終わった後、はい、やっぱりゴルフやから大掛かりなセットチェンジ、はいはいはい、だちょっと10分空きますって1回楽屋を戻りくださいみたいな感じでバーって戻って、うん、で俺と高岸君でちょっとこう横並びじゃなくて縦並びぐらいでこう楽屋戻って扉入った食い気味で、で西野なんすなんですけどいやどんだけ西野のこと聞いてる。俺なんかどっかで一緒になったっけな。ないよな。ないと思うね。ないよな。うん、気になる。いや俺はあの子むちゃくちゃ好きだったな。もう全くいやらしみのない、あのままなんや。もう本当に、本当にあのままの感じよね。なんかウドさんじゃないけどさ。あでもその感じはちょっと分かるな、うん、まあ、ウドさんでもうちょっと息切ってる感じだけど、はいはい、あのもう本当に通常からあの感じ、はい、もういい子っていう。だからなんかまた一緒にお仕事でもしたいな。なかなか一緒ならへんもん若手芸人と。そりゃそうよな、まず出てないもんな。最近テレビ出てんねん俺。あそうか、そうやねん。あれか、うん、お前あれな、うん、そうやんか。何ちょっともう俺びっくりしたけど、うん、何、いやプペルやろ、はい、ほんまに乗してんかって違う違う違う、あーむちゃくちゃ笑ったわツイッター。梶原さんのツイッター君は僕の友達じゃなかったのみたいなあの歌詞にかけたやつ俺声出してもらったことあれ。ちゃん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 、毎週キングモモで言ってたで。確かに、うん、俺はあれはエンターテインメントだと思ってたんだよ、うん、お前は面白おかしくするために、はい、あのほんまに俺の名前なんか使えへんでみたいな、わははみたいな、おいおいおいってやってたけど、うん、俺いざ20日って言ってたよね、20日に公開するって言ってたから、その時は、はい、ほんまに入ってると俺はほんま思ってたんや。あの1分半の CM のやつですか。1分半の CM のやつ。あー入ってんねん。え、これ最後に確認したんやけど、お前あの映画本気なの。いやいやいや本気やねん本気やねん、本気やから入れ本気やから。本気なんや。入ってきたらわかんねん。あのギャレがギャグやったらすごい面白いやつやアニメーションであんなギャグ飛ばしてたら本気やねん。マジでさ、なんか、まあ言えねんけど、うん、ニュースとかにもなってさ、ネットニュースとかにもなってた、はい、なってたな、はい、なってたけど、はい、そのキャスト系のネットニュースには俺の名前なんかもちろん出ないけど、はい、俺のやつは変な感じになってたで、俺のニュース俺のに関してのプペルのニュース、変なニュース、なんか、カジサックの名前が載っていないのは、はい、もしかして何かの伏線かみたいな全くないです。ないないない、シンプルに載せてない回収もしない回収しない伏線気になるなって終わるやつだってあれみたいな勝手にそんなネットニュースになってたから、はい、そんなことないですから、ね、ないですから、ないですから。でも間違いなく出てるんで、はい、そうなんです。そう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 、セリフはね、あのやっていただきましたから。そう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 、はい、でもこれもね、ほんま言うたらね、あのやっぱ大変や、映画の動画っていうかその映像っていうのはさ、なかなかできないわけですよ、はいはいはい。だからそこ吸ったもんだやってんね。実はあなたはもう耳に入ってないかもしれないけど、はい、吸ったもんだしてんのよ。どうなってんすか。いや俺は早よ出したいね。ああのふざけ倒した動画、はいはいはい、カジサックで撮ったやつ出したいねんけど、はいはいはい、やっぱりクオリティをこだわると、ああ僕の動画ね、はい、こだわるとやっぱり
吹き替えやんか、はい、映像欲しいのよ。はい、映像があって僕がふざけて西野が突っ込むっていう動画にしたい。なるほど、はい、だからある意味その映像以外の編集はもう取り掛かってて、はい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 、あとは映像が欲しい、はめるだけみたいな。そうそう、はいはい、はめるだけなんだけど、はい、それがやっぱりまだ全然こう、あーなるほど、11月中に出したかってんけど、はいはいはい、大将ちょ言うてや、11月中に出せないっけ、どうだっけ、なんかだってさ、うん、俺出てんの数秒だぜ、数秒数秒、まあ その作る順番があるからね。せやねんな、そうやねん、そうやねん、そうやねん、要はその、うん、最初から順番に作っていってるわけではなくて、はい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 、そう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 、だから全部できてからじゃないと、まあそのそこが先に終わってるかもしんないし、だから逐一ちょっとその長澤君にちょっと連絡して、うん、ですよね。なるほどね、はいはいはい、もしかしたらね、もう終わってるかもしんないから、そこはそうね、いや全体はまだ出来上がってないけれど、うん、梶原さんに出ていただいたところは出来上がってるかもしれないよね。でも長澤くんがさ、うん、なんか笑顔少ない子よね。ずっと思っててんけど、はい、なるほど、あの高岸くんの逆やね。なんかさ、あの子ちょっと暗ない？いつも思うねん。うちの木島はやな、もうおはようって入ってきたら、おだすってやる子やねん。まあ、長澤君、別に悪くないねんで。態度悪いことではないねんけど、なんか、おさますみたいな。あなたと西野さんのレベルは違うんで。言ってないやん。全部作ってもんだよ。持ったとかじゃなくて。全部脚本書いてしまった。冗談冗談、はい、ちょっと長澤君と確認、ちょっと気になるな、そうやねん、見たいわそれも早く。だから多分もうちょっと、うん、結構楽しみにしてる方もたくさんいらっしゃるから、はい、あれなんだけど、ひょっとしたら12月にずれ込むかもしれないね、うん、僕は嬉しいですよ、12月にずれ込んでもらった方が、あ、近い方が、近い方がそれはもちろん、そうか、それはそうですよ、それは映画近い方が嬉しいわ、嬉しい、どれぐらい近い方がいいの、それ別にええで、俺それだって合わせるけどね、まあ1週間前とか2週間前とかの方がそれは全然、映画のことだけ考えたらそれだけど、まあ映画のことだけ考えなくてもいいけど、そのやっぱカジサックチャンネルのことを考えた方がいいけど、俺よ、それ今の言葉聞けてよかった、じゃあそうしようよ、1週間前に、俺はもうすごいこうおもろいもんできたから、はい、早く出したいって、あー YouTuber 魂みたいなのがあったけど、あ、近い方がいいの、まあ近い方が、周りも盛り上がってるしね、あーそう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 、要はその時らへんが、うん、一番宣伝力入れてるわけ。なるほど、だからニュースバン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 なる時だから、うんうんうん、そのタイミングで出てた方が、まあ、周りが盛り上がってるから、みんなそれは気になる。 OK、はい、じゃあ12月の18ぐらいに出そうか、へー、うん、そしたら1週間前、約1週間前の1週間前その辺に、うん、その日までじゃあ映像は長澤くん、長澤くんやったっけ、はい、なんかできてるよね、できてるよね、うん、オッケー、じゃあそうそう、気になるなぁ、まあ、ちょっとどうなるか、まだ編集まあ途中やったりするんだけど、はいはい、もう1時間半出すわけにはいかんから、はい、そこをキュッと気になるなぁするとは思いますけど、はい、まあまあまあ面白い動画には絶対になってると思います、気になるそれは、それなら絶対になってるよ、確かに、あ、そう、んでな、うん、あの、まあプペル、まあ頑張ってよ、はいはい、引き続き応援させていただきます。ありがとうございます。はいはいはい、お願いします。はい、でそのティモンディのね、はい、高岸君にちょっと戻るんだけど、はい、その時に、まあ、俺に一番気になって聞いてきたのは、はい、なんかルーティーンってあるんですかって聞かれたの。はいはいはい、一日一日ってなんかあるんですかみたいな。で俺はあんねん。はい、正直あんの。もう大体この時間に起きて、あ、まあ、撮影して、はい、でこの時間は研究して、はい、でこの時間はコメント返して。はい、で、この時間は洗い物してとかなんかあんねん、はい、寝るのが大体俺平均で言うと朝6時ぐらいやね、6時寝てんのぐらい、へぇー、で、10時ぐらいまで寝る、へぇーっていうのがもうほんまほぼほぼそんな、うん、あのルーティンやけど、あなたどうなんですか、俺それ聞きたかったんや、それ聞きたかったんや、どうかな、なんか、まず朝7時に絶対にボイシーっていうラジオメディア、音声メディアを上げてんねん、そうですね、10分のやつ、はいはいはい、それが上がった後、オンラインサロンの記事、あ、まず取り掛かる、まず書くねん、それで1日3000文字ぐらいは毎日バーって書くねん、はい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 、それとあと音声メディアに上げた音源を文字起こしして、うん、ブログとフェイスブックに上げるでしょ、うん、それ時間で言うとどれぐらいなの、今んとこで多分2時間ぐらいじゃないかな、で3000文字も書くねん、3000文字って結構な量だから、はぁ、で10キロ走りの、そしたらもうずっと二十歳の時から毎日毎日で、うん、サイン本、
はいはいはい、あの要はそのネットショップで西の近郊西のサイン本屋さんみたいなのやっていて、はいはい、でそこで毎日はあの来るから注文が、うん、そこにサインして、だ俺で言うコメントタイムみたいなことやな。あ、そうそうそう、それは俺夜中やねんけど、うん、あなたはもう午前中にやるんだよ。そうで、レターパックに入れて、うん、ポスト投函してっていうのを、これも大体1日どれぐらいかな、60冊か70冊ぐらい、毎日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 4年間、これは4年間、そうやってんねん。そうさ、やらしい話さ、うん、コピーでもええわけやんか。あー、ね、あ、サインなの、やろうと思ったら、うん、でもあなた全部手書きでやったりする。まあまあ早い、もう俺のサイン手抜きやから。まあなんか年に1回ぐらい変わったりするし、ね、俺あれな、嫌いやわ。まあでもありや、その俺はもう手抜きのサインですから。それはそれでレアになるのか。そう、俺はそう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 、だから午前中はそれ、もう毎回、もう毎日の毎日そこで、うん、だいたいそこでその固まった仕事は終わらして、もう午後からは自由時間、うん、でも仕事でしょ、自由時間、仕事仕事仕事、まあそれが映画の会議するのか、うん、絵本を作るのか、うん、どっか講演会に行くのか、うん、なんかその午後からは何するかはちょっとバラバラだけど。寝てんのは、寝てんの一緒ぐらい、5時とか。ああ、だからお前1時間から2時間しか寝てない。そう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 、それでええ体なってんねんもんな、うん、あれないの、寝るルーティーンみたいなのは、うん、ああ俺もう俺は、うん、寝る前に洗い物すんのよ。そのちょいちょい入ってきて、その洗い物ってさっきも1回目で聞こうかなと思ったけど、さすがに2回も出てくると気になる。あの西野さんはあんまり理解できないと思うけど、はい、俺夫婦でやってっからさ、はいはい、あ、分けてね、お仕事。俺はもう完全に今、はい、やっぱ5人子供いて、今も大変やから、はい、もう毎日必ず俺が洗い物っていうか台所を掃除するの俺は、はいはい、それルーティンの1個やねんけど、はい、それ寝る前に俺それ大体約30分から1時間それ、はいはい、で、もうそっからもう今欠かさずやってるルーティンが、はい、YouTube で、はい、高須さんと松本ひとしさんの、はいはい、放送室を聞きながら洗い物したりやったりして、で、終わったらその流れで布団入るみたいな、はいはい、だからそのラジオを聞きながら、うん、その声を聞いてるとだんだん眠たくなるっていうサイクルやね。そう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 、面白い。前までは俺放送室で実は毎日聞いてて、はい、まあ、YouTube があんで、これ良くないんですよ、はい、ほんまは良くないねんけど、はい、でも偉いもんでね、広告ついてなかったりするのよ、はいはいはい、本当のファンだと思う、はいはいはい、世に残したの。なるほど。で、切り取ってくれたりするのよ、7分、5分、6分、はいはい、7分で、それを昔は切ってんけど、今はもう50何分丸々1本のやつにハマってもうたから、はい、だからそのルーティンになってる。 BGM になってんの、ほんで、それはお休み BGM に。もうお休み BGM、あなたないですか。俺はもう気絶ほんまにこれほんまにそれカッコつけてるわけじゃないけど、ほんまにこれか、うん、もう作業部屋があるんやけど、うん、ここでこうか、ここのフロアでこう。お前さ、ほんま大丈夫な。俺はほんまに大丈夫やねん。だってさ、こうやって寝てしもたら確実に体を言わすわけやんか、うん、いや、そう思ったけど、うん、俺ほんまに大丈夫やねん。人間ドック行っても、うん、何も見つからへんねん、はあ、ほんまに健康やねん。だからベッドに、パジャマに着替えてとか、いや、ないねや。ないないない。ベッドでこうとか、うん、ないねや。いや、ない。ベッドで寝るはもうない。あ、まあ、でもタイムやってんもんな。いや、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 それ広まんねん。ぽいから。ぽいね。俺はぽいね。やってそうやね、俺はなんか。一番やってそう。俺は芸能界で一番やってそうやねん。そうやね、うん、あかんねん、お前が言うとこんな言うとあかん、ほんまに。ちょっとあいつタイマーやってるかもしれんから、ちょっと起用すのやめとこうみたいな話になってくるからあかんねん、あかんない、今ぽいねん、うん、でもやってるもんね、はいいやん。変に隠そうとする方が怪しいやん。じゃぽいやん俺、もう自分でもあかんもん。俺がお客さんやったら西野やってるなと思うもん。まあね、うん、でも俺な、これ考え方やねんけど、うん、はい、やってない人がほとんどなわけやんか、はい、みんなやってないやんか、はい、やってない人はこんなノリみんなやったんやのにな、やってるって、やってへんわっていうの。いや、何のためにやんのそれ。いや、俺が思うにやで、これ、はい、個人的ですよ、はい、やってる人ってこのノリできへんと思うねん。いや、清原さんちょっとやってたねなんか、清原さんなんかその薬のことなんかちょっといじる番組で
薬屋さんってどっちの薬やみたいななんかやり取りあったの見たで、あん時清原さん膝もブルブル震えてるよくないじゃん、よくないやってるやってない、よくないカムフラージュでやって言うてる場合もあるからそう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 、ギャグにしてる場合もあるから、パターン的にはあるんか、そうそうそう、あるから、よくない、だからよくないですよ、僕たちはやってませんいやいや言わんねえやで、ね、やってそうやで、ね、もう聞かれてもないのに聞かれてもないのやる気もありませんやる気もありません、本当にキングコングはタイマーをやってませ ん, や, ってませんやってるやろこんなやつら、僕たちは潔白毎週キングコング あるところに煙に覆われ空を見上げることを禁じられた町がありました。一人ぼっちのルビッチが出会ったのはゴミから生まれたプペル。君一人？はい、すみません。父が教えてくれた誰も知らない秘密。星って知ってるかい？星？なんだよ星って。見たのかよ。あるわけないじゃない見たのかよ嘘つきだ。誰か見たのかよ。あの煙の向こう側を誰か見たのかよ。誰も見てないだろ。まだわかんないじゃないか。お前が光を信じて上を見続けていたらよ、一緒に上を見てくれる友達が現れる。友達って何ですか？信じ抜くんだ。ルビッチ、これは母ちゃん命令だ。絶対に帰ってくるんだよ。はい。私の心臓が呼んでるです。どうやらこの世界の秘密に気づいてるね。ドキドキするじゃないか。